はい、では始めていきたいと思います。ちょっとちょっかいかけてみましょうか。いや待って、横から行ってみようかな。海、こことここ微妙にこの辺が海じゃないですか。ちょっとそれにかけてみようかな。ダメだったら諦める。ダメだったら諦める。それにかけてみよう。2月かな。じゃあ、あ、1月かな。いや2月か、2月かな。そうしよう。やっぱできるなら鉄鋼線がいいですからね。じゃあ鉄砲欲しいですね。誰で買えばいいんだ。秀吉かな。秀吉で買えば安いのかな。あ、安いな。2ヶ月後に送ります。まあ、教育の関係上にですけど、いや2ヶ月後じゃなくてもいいか。教育優先で行きたいので、ちょっと後からにしましょう。こっちからね、鉄砲が来るんで。いいのかもしれないですね。ここは特にもういいか。はい。海の、あ、はいはいはい。そっか。じゃあね、長船さんだけちょっと一旦右に行ってもらって、で二人を城主にして、長船さんかな、読み方。伊勢に行ってもらうと。そしたらこの月のうちに移動ができるので、もう関さんは捨て駒ですね。朝倉さんはちょっと若干もったいない気がするけど、まあ年齢順です。よし、肥後、あ、ここはいいや。ちょっと大友さん待ちでいいや。一気にいた方が自分も分かりやすいので、そうします。
移動できる？いや、荷物待ちでいいや。新月死んじゃった。そっか、うん、うん、勝よりね。はい、そっか、まずいな。対戦しない間にこの剣心もなくなっちゃうパターン。んこの人って使えないっけ。ちょっと雇ってからかも。見ます。あ、まずいだ、まずいだ。どうなんだこの人使え、ちょっと待って、雇ってから、ダメだったら、やめさせます。この人って、もう、この人シリーズいいよ。あれ、どこにいたっけな。文武と、どこにいたっけな。はい。さんですね。どこに誰やっとっちゃってるのかわかんないな。ここ誰か行ったよね。使えないじゃん。うん、クビですよ。さぬきも誰か雇ったっけ。ああ、はい、香川さん。いや、クビですよ。間違えて秋も雇ったよね。村上さんね、はい、クビですよ。あれ、大友さんね。大友さんはね、クビですよ。みんなクビかよ。誰か一人使えると思ったんだけど。みんなクビとは。みんなクビとは思わなかったですね。みんなクビとは思わなかったなぁ。誰かしら40から50ぐらいの戦闘力だと思ったんだけどなぁ。残念だなぁ。うん、クビですよ、もう。クビ。お前はクビじゃ。さよなら。いい稲葉、いい稲葉ね。使いたいという理由でわざわざ移動しまして、ただ使えないんだったら鉄砲で行きましょうという意味も込めて鉄砲で行きましょう。船お願い。
なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。ダメか。あ、ちょいちょい。雨はダメだよ。雨はダメだよ。突撃とか何してくれてんのあいつ。お前。うわ。鉄砲の意味が全くないな。ちょっと待ってよ。やめろよ。やめろよ、お前も。お前もやめろよ。これ捉えなきゃダメじゃん。これはやばい。やばい。ねって。だ、ちょっと鉄砲の意味がないな。鉄砲の意味がないんですよ、そういうことされると。鉄砲の意味がない。がっつり削られている。鉄砲の効き目もない。もう、ねえ、撃たれている。撃たれている。やめなさい、あんたは。これはやばいな。すべてが計算狂っている。うわ、右から。うわ、半兵衛。いやー、それはやばい。うわ、いっその。全然聞いてない。全然聞いてないよ。これはやばいな。あ、年も鉄砲なのか。ひどい目に遭ってる。ちょっとどう戦えばいいんだこれ。勝ち目ないんだよな。
戦い方が分かんないよ。逃げてみる。これやるか。厳しいな。削りじゃないです。やりたいのは若干違う。あ、ここ加入しないと。解任しないといけないですね。削りではないです。さすがにちまちまやることにちょっと、まあ、そこまでちまちまやらなくてもそれなりに戦力はあるから、いいかなっていう思いがあるんで、ちょっとやりたいことはまた違うかな。しないといけないな。大事な武将なんだけどね、河野さんにとっては。本当は身内ですからね。でもそれもまあしょうがない。
の武士は大友さんが来てからですね。なんで一回待機。伊勢をね引くつもりなんですけど、伊勢を引く理由はまあ、あーちょっと待って、伊勢を引くのはね、削りで引くとはまたちょっと違う感じで行こうかなと思っているんですけど、まあそれがうまくいくかはわからないけど、うまくいくならそれで行きたい。ただの保管場所かな。2がね、ちょっととりあえず見せ間違えた、それじゃない、見せかけの兵を雇うと。で、これでここも OK。 伊賀は兵を雇ったし、紀伊にも兵はいるので、大和に引っ込んで、で、いやもういいや、浪人はいいやもう。なので、ただ引っ込めるだけじゃちょっとな、あれなんだな。鉄砲どこに行ったっけな、丹波かな。よいしょ。やること多い、多いよやることが。伊勢来てほしいんですけど、伊勢。山城か。ちょっと教育は置いといて、ちょっと鉄砲送る。カルゲートダメです、うちでは。めっちゃ鉄砲ある。
応400ぐらいでいいかな。とりあえず異性を引いてから動きます。やるのはいろいろじゃないとちょっとまあうまくいかない気がするうまくいかない気がするけどな。よし、準備 OK、 準備は OK なんですけど、すごいお金あるね。金がすごいあるね。金を渡すところがないんですね。うん、ちょっと持ち腐れだね。噛んでるね。うん、ももちさんをちょっと城主にしたのは教育をすると、まあガンガンそのいろいろ見たいので、あ、隕石だ。金をいろいろあっちこっちに渡したいんだけど、この段階でミノが来てほしい。終わりは来ないでミノが来てほしいんですけど、そしたらちょっと、いやでもな、無理か、無理かい。浪人は知らない。先にセッツが来てくれるのもいいかな。いやでもセッツが来る場合は、まあ、最悪終わりからも、終わりのターンがもう来てる時でもいいかな。難しいですね。ちょっとね、今ちょっとややこしい状況なので、難しいですね。細かいところの思考がかなり今終わりはまだ来ていない。終わりはまだ来ていない。うん。ミノ来た。先に来たか。よし、では。うん。今回ここで終了にしたいと思います。次はまあ、うまくいったらいいなという作戦を
やってみます。無理だと思うけどダメ元でやってみたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。